はいどうもこまるわです。今回は1年前に別れた彼女とうり二つの女の子に恋をするゲーム、君の偽物に恋をする、やっていきたいと思います。はじめからめっちゃ BGM 感動的。このゲームにはショックの強い表現が含まれています。やったきた。この遊園地とかで楽しいアトラクションにあるあるの警告文章ね。苦手な方、心臓の弱い方はプレイをお控えください。もうみんなワクワクしてる、ワクワクしてよだれまみれだと思う。まあ一回みんなよだれ拭きでよだれ拭いてもらって、それではやっていきましょう。本作が原因で何らかの損害、待って、マジで遊園地じゃん。損害や障害などが発生したとしても、制作者は一切の責任を負わないものとします。本作の無断転載、無断商用利用は禁止です。プレイ動画のアップロードや二次創作ものの公開などは、良識の範囲内でご自由に行っていただいて構いません。まあ実況は OK ですよって書かれてました。それではやっていきましょうか。やっぱ雪景色だ。吐く息の白さと、降る雪の多さに嫌気がさす。子供の頃は雪が降っただけで嬉しかったはずなのに、今は不便さや不快感を抱くようになってしまった。どうして変わってしまったんだろう。まあな、確かに子供の頃ってさ、雪玉ぶつけたりしても問題なかったけど、大人になったら問題あるもんね。ガラスとか割ったら怒られるもんね、大人だったら。いやもうそれ子供でもか。急ぎ足で会社までの道を歩きながら、一日のスケジュールを思い浮かべる。9時から小説家の先生と打ち合わせで、ビルの隙間から差し込む光を眩しそうに見つめる横顔。あーなんかしんなりとした、しんなりすごいロマンチックな表現だね。10時からは後輩の書いた記事のチェック。少し先を走っては転ぶ危なっかしい後ろ姿。え、後輩が10時半には外回りに行きたいよな。どのお店に入っても何をしていても幸せだと微笑んでくれた。これさ、女の子なのかな。相手泣き顔なんて見たことがなかった。あ、いつも明るい元気な子なんだ。もうきっと雪合戦してガラス割ってるんだろうな。てんてんてん。ああ、また余計なことを考えている。僕はこの街が嫌いだ。なんで？そんな幸せそうに生きてるのに。絶対雪合戦してないからでしょう。この場所にいると君のことを思い出してしまうから。失恋しちゃったのか、一年前に。それでも僕はこの街から離れていないのは、ここにいればいつか君が帰ってきてくれるんじゃないかと期待しているからだと思う。まあでもな、1年も経ったな。そろそろね、次に進んでいいと思うんだけど。スマホで時刻を確認する。どういう別れ方したかにもよるよね。その普通に別れたとか浮気されたとかなら、まあ1年くらいでそろそろってなるけど、まあその亡くなっちゃったとかだったら結構ショックはでかいというか引きずっちゃうよね。余裕を持って家を出たせいか、まだ出社までには十分時間があった。おー、めっちゃ雪なんだけど。え、こんな積もるんだね。僕は駅付近にある欅並木の続く通りへ足を運ぶ。そのまま5分ほど歩いて進んだところで、懐かしい光景が視界に入った。つい2年ほど前まで僕はここにある小さなカフェでバイトをしていた。カフェでバイトしてて、そこから入社したんだ。そこにお客さんとして現れたのが刹那だった。うわー、なんか一瞬の瞬間的な恋愛をしたのかなって思っちゃう名前だね。初めて会った時、刹那泣いてたんだよな。なんで？雪玉ぶつけられたんじゃないの？過去を思い起こしながら、ぼんやりと店内を覗き込む。いそいそと働く店員に見知った顔はない。僕が働いていた頃にお世話になっていた店長も、体を壊して病気療養中だと聞いた。うわ、なんかさ、みんなこの寒さのせいか病気になりやすくなってるね。今は店長の弟さんが代わりをしているのだとか。僕の視線の先は自然とあの席へ向く。そこに彼女がいた席なのか、かつて彼女が座っていた場所。どんな席なんだろう。でもいつもの席って座りたくなるよね、飲食店とかでも。え？何気なく眺めただけだったけれど、目の前の光景に僕は釘付けになる。そこにさ、めっちゃ怖いお化けとかいたら、え、待って。もしかしてさ、これ偽物に恋するだけど、お化けだったりするのかな？その、死んだ彼女みたいな。嘘だろ。まあ、死んだかどうかわかんないけど。あまりの衝撃に、自然と声が漏れていた。あるはずのない姿が、待ち焦がれ続けた横顔がそこにはあった。僕は、流行る気持ちを抑えきれず、店内へ入った。いらっしゃいませー。ラメ様ですか？ちょっと店員無視して入んなよ。応対する店員の声を無視し、めっちゃ迷惑な客。なんか、ああ、もういつもなんで、もうここの席座るんで、何も聞かないでくださいみたいな。
彼女のいる席まで歩くと、スマホの画面を見つめる彼女に向かって声のボリュームを気にせずに叫ぶ。あ、かわいい。え、これ元カノちゃんとウリ二つってことだよね。実際元カノちゃんなんじゃないの？刹那。スーツを着ているからだろうか、あの頃のあどけなさは感じられなく、最後に会った時よりも髪の随分と長くなっている。あ、じゃあ成長してるんだね。普通なんかこういうお化け系だとさ、髪の長さも変わんないし足がなかったりするけど、それはあるってことだもんね。てか普通にさ、メイクまでしてるよね、がっつり。彼女の姿は自分の知らない綺麗な大人の女性のように見えた。僕の声を聞いた刹那がゆっくりとこちらに視線を移す。刹那、ずっと探してたんだぞ。今までどこに行ってたんだ？急にいなくなったりして、急に別れちゃったんだ。その自然消滅みたいな感じか。いなくなっちゃった、失踪したのか。彼女を一目見ただけで、いいじゃん、感動の再会じゃ、もうここでチューしよう。てんてんてん。表情を変えることなく彼女はぼんやりとこちらを見ている。多少雰囲気は変わっているこそいるが、今僕の目の前にいる女性は2年前にこの場所で出会い付き合うことになった女の子。うわ、もう奇跡じゃんこんなん。描いた夢とじゃん。それもう奇跡じゃないな。奇跡ってなんだっけ。二人寄り添って歩いてだ。1年前、何の前触れもなく目の前から漠然と姿を消した僕の彼女。刹那に違いなかった。先生、お客様、周りのお客様の迷惑になりますので、店内ではお静かに。とりあえず受付まで戻っていただけますか？マジで迷惑な客じゃん。これさ、普通店員さんが、あ、お知り合いの方ですか？ここでどうぞみたいな感じになるのにさ、もうめっちゃ迷惑してる証拠だよね。ここには座らないでくださいってことだよね。横から知らない声が聞こえ、ぎょっとすると、店員がイライラしながら僕に話しかけていた。切ない夢中で店員の存在に気づかなかった。周り見えなくなるタイプだ。集中すると話しかけても、あ、うっせんだよ、声かけんなって。俺ゲーム中なんだから話しかけんなよって彼女に言うタイプだ。あ、いや、今はそれどころじゃ。この気を逃せばもう二度と彼女に会えないかもしれない。それお前の都合だろ。店員からしたらめっちゃ迷惑なんだけど。他人に構っている暇なんてない。店員さんくらいには相手してあげて。なんかそこちゃんとしなかったらさ、迷惑客だから。嫌な焦燥感にかけられる僕の耳に、あ、口開けた。すみません、この人私の知り合いです。あ、じゃあやっぱ元カノちゃんなのかな。懐かしく優しい声が聞こえた。あ、お連れのお客様でしたか。はい、ご迷惑おかけしました。え、ちょっと待って。あ、彼女か。彼女がカバオ君みたいになってた。はい、ご迷惑おかけしました。刹那が店員にペコリと頭を下げる。その丁寧な仕草は僕の知る彼女とはとてもかけ離れていて、あ、もっとわんぱくな子っていうイメージあるもんね。そのことに少しだけ違和感を覚える。とりあえず座って。彼女が目の前の席へ座るように僕を施す。でもさ、これ彼女じゃなかったら何者なんだろう。ウリ双子なのかな。ああ、ありがとう。僕は言われるがままに席に着いた。じゃあごゆっくり。それなら最初からそう言えよ。これさ、店員も態度悪くね。カフェとは、なんかカフェのイメージってさ、もっと穏やかで優しい店員さんがいるイメージなんだけど、連れならさ最初からそう言えよって、もうヤンキーじゃんこれ。店員がぶつくさと文句を言う声が耳に入るのも、そんなこと今の僕にはどうだってよかった。さっきはごめん、久しぶりだったから動揺しちゃって。頭をかきながら彼女に詫びる。いや、でもほんと久しぶりだね。1年ぶりだよな。あー、違うのかやっぱ。てんてんてん。刹那は少しだけ考えるような素振りを見せると、口重そうに話を切り出した。どちら様ですか？うわ、ショック。これ記憶喪失だったりするのかな。彼女の言葉に僕はカップを取ろうと伸ばした手を止める。どちら様って。な、何かの冗談だよな。僕は、うわ、ここで選択肢、君のカレピーだよ。どうしたテンション。急な情緒不安定やめて。君の彼氏だよ、君のカレピーだよ。一回セーブするね。君のカレピーにしてみる。これ後で選択してみていい。とりあえず普通に言ってみよう。頭おかしいやつって思われたくないもんね。僕の言葉を聞いた彼女の表情が一瞬にして曇る。私の彼氏？それ
何の冗談ですか。あ、もうじゃあこれ絶対人違いだからさ、なんか警察呼ばれる前に逃げた方がいいんじゃないの。ほら、殺すぞてめえみたいな顔で見られてるじゃん。これって流行りのナンパか何かですか。え、でもさ、それ分かってて、分かってはなかっただろうけど、よくなんかここ座っていいですよってなったね。だとしたら最低ですね。店の中で周りの人に迷惑かけてやっぱ迷惑客って思われてんだけど辛いなこれ。店員さんにも迷惑客って認定されてるし。ナンパって何言ってんだよ。あなたこそ何を言ってるんですか。だって私たち初対面ですよね。刹那のよそよそしい態度に僕の嫌な胸騒ぎのようなものを感じていた。1年という歳月で人はここまで変わってしまうものなのか。そこまで変わらないんじゃないか。1年だったら喋り方も雰囲気もあの頃とは全然違う。これではまるで本当に他人になったみたいじゃないか。じゃあやっぱお化け説はもうなくなったね。普通になんか他人なんだ。初対面ならさっきのは何だったんだよ。さっきの知り合いだって話してくれたじゃないか。まあそれは彼女の優しさなんじゃないか。ああ、彼女は僕を責めるような口調で言葉を続ける。だってああでも言わないと店員さんが納得しなかったでしょ。いやもうそれはそれで迷惑なんじゃない。なんか他人なら他人っていうのを言わないとさ、これトラブル起きちゃうよ。下手すれば迷惑な客がいるって通報されてましたよ。そうだよな。この子は優しさで助けてくれたのに責める彼氏っていうか男はおかしいよ。いや、ははは、やっと会えたのにこんな仕打ちを受けるなんて。でも仕方がないのかもしれない。あの日刹那が僕の前から姿を消した日の前夜、彼女から珍しく電話があった。まあ、その前にさ、この彼女謝った方がいいんじゃない？もう完全に迷惑なんだけど。あの時の僕は彼女に対して不誠実な態度を取ってしまった。そのことが彼女を傷つけてしまったんじゃないか。刹那が最後に電話をくれた時、仕事の忙しさを言い訳に僕は君の話をちゃんと聞かなかった。はい、出たダメ男。これね、仕事とゲームを言い訳に話を聞かないのはもうダメ男代表です。僕は友達に結構やるやつ。ごめん、ずっと謝りたいと思ってたんだ。てんてんてん、誰ってなってるよ。あの、何の話をしているのか本当にわからないんですけど。彼女の表情からはなおも警戒の色がうかがえる。嘘や冗談を言ってるようにはとても見えなかった。まあ主人公としては彼女を怒らせちゃったから謝ってるんだろうけど、彼女としては誰こいつ、頭おかしいやつなんじゃないの、通報しようかなってなってるってことだよね。君は刹那だよね違うって言ってるじゃんバカな質問だとは思わなかった。むしろ望まない答えが返ってくるような気がしてた。どうなんだ。いいえ、私の名前はトワですよ。うわ、どっちも可愛いんだけど、トワちゃんとセツナちゃんか。え、なんか時をかけてるね、少女じゃん。セツナさんって誰ですか。あ、そうなんだ、双子ですらないんだね。彼女と話をし始めてから抱いていた不気味さや違和感、その正体に僕はようやく気がついた。この子は僕の知るセツナとはあまりにも中身が違いすぎる。でも容姿は彼女そのもので、容姿が一緒なんだ。まあでもなんかドッペルゲンガーみたいにさ、3人は一緒の人がいるっていうような世界には、まるで彼女のドッペルゲンガー。ちょっと待ってそれ僕が今出したやつだから、なんかそういうさ、シンクロやめてほしい。ドッペルゲンガーに出会ってしまったような、そんな薄気味の悪さ。トワさん、はい、なので人違いだと思いますよ。こんなことが本当にありえるのだろうか。人違い、でもさ、こんな近所で同じ顔の人がいるっていうのも怖いよね。その彼女同士、女の子同士があったらさ、同じ顔なんだけど、まさか鏡ってなるよね。おー、そんなはずはない、証拠を見せてくれ。証拠ってでもなくない？あ、でもなんか身分証明書とか見せたら怖くない？でもこれさ、彼女からしたらナンパって思ってるわけじゃん。身分証を見せてくれって言われたらめっちゃ怖いよね。それだけもうナンパ進んでるよね。まあ、じゃあ証拠を見せてくれにしてみよっか。はい、どうなるんだ。はい、君が刹那じゃないってことを証明してくれ。こんな感動的な BGM 流れてるけど、とんでもないこと言ってるよ。見知らぬ女の子に身分証見せてくれってやばいでしょ。そうすれば諦めがつく。なんで私がそこまでしなきゃいけないんですか。そりゃそうなるよね。本当に人違いだったらごめん。でもどうしても納得がいかなくて。はあ、彼女は短くため息をつくと観念したような表情で口を開いた。わかりました。でもその前に、何？
あなたたちがタチの悪いナンパ野郎じゃないという証拠を見せてもらえますか？でもそれの証拠って難しくない？タチの悪いナンパ野郎この傷ついてる感満載だね、てんてんてん3つが。そんな風に思っていたのか、さっきも言われてたよ。がっつりなんか、あなたナンパでしょって言われてたよ。あ、ごめんなさい。さすがに言い過ぎたかも。ちょっと待って、トワちゃん優しいね、本当に。普通だったらそう思っても無理ないよね。いや、いいんだ。君の立場からすればその通りかもしれない。しかし、ナンパではない証拠か。なんでもいいですよ。証拠ある？みんな。証拠か、ないよな。まあ、僕だったら LINE とかを見せて、ほら、友達人数3人でしょ？これがナンパしてない証拠って見せるしかないもん、友達人数の少なさで。なんでもいいですよ。例えば、そうですね。あ、写真とかどうですか？写真でナンパかどうか見分けれるの。見間違うくらいなんだから、私に顔そっくりなんですよね。そっか、そっちか。せつなちゃんと一緒の顔してるかっていう証拠が欲しいんだ。写真は、ない、かな。めっちゃ怪しい、それ。なんかさ、引きずってて新しい彼女ができてないんだったら写真持っててもおかしくなくない？それ全部削除してるの怖いんだけど。せつなは不思議と写真を撮ることを嫌った。でも1枚も持ってないってありえるの？何度か無理にツーショットを撮ろうと試みたことはあったが、僕はデータを消すまで決して許してはくれなかった。ああ、じゃあもう消させてきたってことか。でもこれ怪しくない？ないんですか？彼女なのに？そうなっちゃうよね。てんてんてん。じゃあ、ライソあ、そっか。でもさ、彼女のライソくらい持ってるよね。なぜか、何か恋人らしいメッセージを送り合ったりとか、それ消してたら怪しいじゃん。あ、でも他人にライソを見せるのは嫌ですかね。いや、でもさ、これ身分証を見せてって言ってるんだから、そんくらい良くない？せつなは、彼女は携帯を持っていないんだ。もうめっちゃ怪しい。それそこまで言われたらもうこいつ犯人だよ。今すぐ逮捕した方がいいレベルだよ。彼女は自分の履歴が残る行為を嫌った。だから僕らが普段会うときは時間を決めて待ち合わせをしていた。それでいなくなって連絡取れなかったらさ、お前浮気されてるよ多分。彼氏にさ、本彼にさ、あ、お前浮気してんだろ、ちょっとライス見せろって言われないように、もうライス交換しなかったんじゃないの？僕は彼女に連絡先を伝えていたけれど、電話をかけてくれたのはいなくなる前日の一度きりだった。本人はアナログ人間だからと笑っていたが、今考えてみると少し妙ではあったと思う。まあ、明らかにおかしいよね。証拠何もないんですね。やっぱりただのナンパじゃないですか。まあそう思われても無理はないよね。交換してないなんて普通じゃないもんね。声の下方へ目を向けると、トワがムッとした表情でこちらを見ていた。トワちゃん、でもムッとしてない。怒ってない？怒ってるか。怒ってる。睨んでるな、これ。あ、それでスーツを着て。なので、用がないなら、もう行きますね。彼女は自分の、ちょっと待って、スーツを着てって何？あ、彼女がスーツを着たのか。彼女は自分の支払い分をテーブルに置くと、席を立とうとする。ちょっと、あ、これ払っとけってことか。どうする？今呼び止めなければもう二度と彼女には会うことはないかもしれない。僕は、ここで肩掴んでみる？ちょっとセーブしてくるね。これね、どうやらエンドが5つあるらしくて、みんないろいろ見たいじゃん。だからとりあえず肩を掴まない、やってみたいと思います。時間を取ってしまって申し訳ない。その僕の勘違いだったんだと思う。ごめん。あー、まあ誠実になったな。あ、こっちが正解っぽいね。僕の態度にトアは少しだけ罰の悪そうな表情を見せた。いえ、私の方こそ初対面でいろいろと失礼なことを言ってしまいました。ごめんなさい。ああ、ちゃんと反省してくれてる。それじゃあ、私本当に時間がないので。そうだよね。ごめん。正直なところ、まだ彼女を返したくはなかった。でもこれ以上言ったら警察に捕まっちゃうもんね。聞きたいこと、確認したいことは山ほどあるし、何よりまた会える保証なんてどこにもないからだ。それでも、今これ以上の追及は、彼女を不快にさせるだけな気がした。もう完全にだって怒ってたもんね。就活頑張って。ああ、笑ってくれた。ありがとうございます。また会えるって多分、このカフェで。それじゃあ、さようなら。また会いましょうじゃないんだ。帰り際、トアが微笑んでくれた。その表情は、ほんの少しだけ刹那に似ている気がした。ちょっと待って、顔が似てんだからそれ似てるよね。何その、そこだけ似てるみたいな言い方。めっちゃロマンチック。裏山ピー、今日も疲れたな。夜20時過ぎ、仕事が終わり、帰り道を一人歩く。
正直、今日は仕事が全く手につかなかった。ちょっとポンコツ感増してきたな。ダメ男で忙しかった彼女の話を聞かなくて、で、なおかつ彼女のこと考えてた仕事も手につかないって何も手についてないじゃん。上司はおろか、後輩にさえ、上の空だと注意される始末だった。それもそのはずだ。一年間待ち続けた恋人と、うり二つの女性に、突然出会ってしまったのだから。まあ、そりゃそうだよね。実際にそんなこと起きたらさ、夜も眠れなくなるし、てかなんならさ、探し回るよね、仕事休んででも。やっぱり、あれは刹那だったんじゃないか。信号が青に変わるのを待ちながら、今朝の出来事を思い起こす。連絡先くらい聞いておけばよかったな。街の明かりをぼんやりと眺めながら、後悔を口にする僕の耳に、うわ何このドン引きしたような言い方。彼女の声が聞こえた気がした。一番良くない、うわは。もう、うわあってしまった最悪みたいな。あとかじゃないんだ。うわって。驚いて横を見ると、そこには、あー、いるー、彼女かわいい。またあなたですか。やっぱもう最悪みたいな意味のうわだったんだ。やっぱりストーカーなんじゃないですか。仕事休んでないのに結局ストーカーになってしまった。就活終わりであろう、彼女の姿があった。まさかまた会えるなんて。やあ、偶然だね。本当に偶然ですか。まさか待ち伏せしていたんじゃ。でもさ、なんか身分証全く見せてもらってないな。どこの会社かわかんないし、待ち伏せ無理なんじゃないの。彼女に疑われ、僕は慌ててかぶりを振る。いやいや、本当に偶然だから。ここ僕も帰り道だから。それにこんな寒い中待ち伏せなんてさすがにしないよ。それ言い訳になってないけどな。なんか気になって仕事を手につかなかったな。待ち伏せしてそうだけど。それもそうですね、信じるんだ。それはすみません、気のせいだろうか。今朝に比べるとあまり元気がないような気がする。でもまた会えたね。もしかして就活うまおこなのって何。今時おこなのって使ってる人も珍しいけどな。いかおこなのにしてみる。今朝のことやっぱり怒ってるのかなって。どちらかというと驚いたというか。そうだよね、ほんとごめん。謝らないでください。事情はよくわかりませんけど、あなたが一生懸命なことは伝わりましたから。もうこれ惚れちゃうんだけど、今ここで注視を勝手に。だからもう平気ですよ。今はそれよりもへこんでいると言いますか。なんでへこんじゃってるの。会社とうまくいってないのかな。もしかして就活がうまくいってないとか。はい、その通りです。落ちちゃったんだ。そっか。今朝の反省を踏まえ、彼女とはできる限り普通に接することにしよう。ごめん主人公、僕今がっつりキスしようとか言っちゃったんだけど。僕はトアという一人の就活生と会話をしようと心に決めた。余計なお世話かもしれないけど、僕でよかった、相談に乗るよ。これでも一応社会人だし、何歳なんだろうね。彼女が驚いた表情で僕の顔を覗き込む。会ったばかりの相手にこんな提案をしたら、それこそナンパだと疑われてしまうかもしれない。でもやっぱ助けてほしい時に味方になってくれる人がいると心の支えにはなるよね。その正直な話、就活を始めてか手応えのようなものが全くなくて、けれど周りに相談できそうな年上の人もいなくて、だからとても助かります。来たー、トアちゃん、永遠の恋の始まり。彼女の言葉に僕はほっと胸を撫で下ろす。どうやら僕の提案は彼女には好印象だったようだ。あ、そういえばお名前言ってなかったんだ。まあ、そっか、身分証も何も見せてないもんね。あ、本当だ。彼女のことを刹那本人だと決め込んで話していたせいか。でもトアちゃんって名前知ってるのでかいな。自分の話をすることをすっかり忘れていた。僕は桜井明文、かっこいい、桜井さんですね。ちょっと待って、トアちゃんって下の名前だよね多分。こっちは下の名前呼びで、相手はなんか名字呼びなの、距離感感じるからやめてほしいな。出会って間もないから仕方がないとは言え。あー、これ名字絶対触れる。僕と同じこと言い出せよ。あ、違った、刹那と同じ顔と声で名字を呼ばれるのはちょっと答えるな。これ男子あるあるなのかもしれないけど、こういうところちょっと気にしちゃうよね。刹那は僕のことを最初から名前で呼んでたし。てんてんてん、あれ、刹那ってどんな声をしてたっけ。ちょっと怖い怖い怖い、何この BGM。 刹那の姿が目の前のトアとは重なっていき、彼女の存在が不透明になっていく。似すぎて上書きされてるんだ。
え、でもさ、これ友達も言ってたんだけど、人ってやっぱ声から忘れていくらしいね。顔とかじゃなくて、匂いとかじゃなくて。桜井さん？ああ、うん、ごめん。考え事をしている場合じゃないな。目の前の彼女は刹那本人ではないのかもしれない。それでも刹那と何かしら関わりのある人物である気がする。トアと接点を作れるこのチャンスを逃すわけにはいかない。僕は思い切って彼女に提案をしてみることにした。何の提案だろう。もし嫌じゃなかったらさ、連絡先交換しませんか。やっぱナンパじゃんこいつ。反省しろよ。てんてんてん。まあ、就活のね、ちょっと就活のアドバイスしたいから、その下心とか一切ないから、元カノと一緒見えるとかそういうの一切ないからね。ふふ。え？彼女の反応が意外で、僕は少しだけ動揺する。ごめん、嫌だった。まあ、普通に考えたら嫌だよな。もうちょっと、あと2回くらい会えばワンチャンあるかもしれない。ううん、そうじゃなくて。桜井さん、今朝はものすごい勢いで迫ってきたのに。今回はやけに慎重だなーって。うわー、なんか見透かされてるんだけど。なんだかそれがおかしくてバカにされてる。いや、あれはあの時はアドレナリンがドバッと出ていたというか。あそうなんですか。ライストでいいです。通った。え、これが通るんだったら今チューしても通るでしょう。彼女はスーツのポケットからスマホを取り出す。実はですね、彼女はスマホに視線を向けたままつぶやいた。はじめに桜井さんに声をかけられた時、この人は何の話をしているんだろうって疑問あったんですけど。第一印象でその印象を持っちゃったらもう付き合うことはないんだよ一生。完全に頭のおかしい人判定されてるから。嫌悪感とか嫌だなって気持ちはあまりなかったんですよね。あ、じゃあこの子もなんか優しさというかさ、あ、ちょっと安心感あるなって思っちゃったってことか。いきなり声をかけられたのに。それってなんだか少し不思議ですよね。いや、これワンチャンあるかもしんない。え、でもさ、この人の正体が何者かっていうのを知りたいよね。お、トワちゃん、誰もいないんだけど。今日はカフェでトワに就活のアドバイスをする約束をしていた。空いてる席へどうぞ。特に意識するまでもなく、僕の足はあの席へ向かっていた。席に座ると、窓の外の様子をぼんやりと眺めながらトワが来るのを待つ。あ、まだ来てないだけか、よかった。トワちゃんがいないのにさ、妄想で見えてるのかと思ってた。約束したはいいけれど、もしかしたら彼女は来ないかもしれない。ああ、まあそうだよね。え、でもライスと繋がってるなら来るでしょ絶対。いや、もしかしなくともだ。常識的に考えてみれば、昨日会ったばかりの男から就活のアドバイスだなんて本当に余計なお世話だよな。え、でも本当に頼ってなくて、うわこいつと会いたくねえって思ってるな。ライスと交換しないかもしれないけど、でもうわ、でも本当にこの人怖いって思われてて、逆にライスと交換した可能性もあるよね、何もされないために。ああ、まあでも女の子側も就活のアドバイス聞きたいでしょう。なになに、寝るな寝るなお前、起きろ起きろって。絶対これ目の前に現れるから。彼女、ごめんなさい。おお、ついてた。かわいい服着てる。おそ松さんみたいな服着てるんだけど、みんなわかる？え、泣いてる？大丈夫？なんで泣いてるの？なんかされちゃったの？今日はでも就活なかったってことだよね。初めて会った時の刹那はまるで子供が叱られたみたいな瞳に涙をためていた。あ、これは刹那ちゃんの方。めっちゃ似てる。似すぎじゃないこれは。うり二つどころじゃなくて同一人物だよ。君が食い逃げしようとした子？食い逃げだなんて、そんな人聞きの悪い。この日店長の不在の職場でちょっとしたトラブルが起きていた。あ、ちょっと待って、これ職場じゃん。よく考えたらこのカフェさ、職場の、元職場のカフェでさ、おいちょっとやめてくださいみたいな迷惑客を振る舞ってたってことか。今さっきまで高校生ぐらいだろうか。目の前の彼女が支払いを済ませずに店を出ようとしたらしい。困り果てた同僚はバイト歴の長い僕に判断を任せたというわけだ。じゃあずっとここでバイトしてたんだね。財布は？持ってないです。財布がないことにはいつ気がついたの？最初から知ってました。じゃあもう完全に悪じゃん。払う気なくてここに入ったってことだよね。最初から知っていたのにランチセットを頼んだ。あー、なんか喜んで、はい美味しかったです。サイコパスなのあなたは。あ、ありがとうじゃなくて、食べた後支払いはどうするつもりだったの？食べ終わるまでは考えてませんでした。この子はやばい、完全にやばい子だ。なんかここで恨まれちゃったらさ、後で刺さりそうじゃない？それを食い逃げというのでは？はっ。
あ、泣いちゃった。ちょっと待って、感情豊かすぎない？笑ってたのにすぐ泣くって情緒どうなってるの？はめられた誘導尋問だよそれ。彼女は再び悲しげな表情で欺く。表情コロコロ変わる子だな。でもまだここにいます。ん？逃げてないので食い逃げではないのです。こういう子ってどうすればいいんだろう。まあ、警察呼ぶかお皿洗いかなのかな。それはヘリクスでは？ううまあいいや、携帯で家族に連絡取れる。あ、そっか、家族にお金払ってもらえば問題ないのか。携帯持ってないです。あ、そう。え、でもさ、こんなよくわからないことよく付き合ったね、主人公も。困ったな。とはいえこのまま返してしまうのは彼女のためにも良くない気がする。とりあえずこの紙に住所と名前書いてもらえる？そしたら今日はもう帰っていいから。そんなんでいいの？え、だってさ、それが本当の住所かどうかもわかんないし、名前も違うかもしれなくない？決めつけるのにはまだ早いかもしれないが、彼女は嘘の連絡先を書いてその場をやり過ごそうとするような子ではない気がしていた。そこまで見抜けるんだ。てか僕が言ったことをつらつらと文章で書いてくれるの面白いね。彼女はしばらく考え込むと紙に小さく文字を書き込んだ。せつなさん？それ以外は何も書かれていない。でんでんでん。困ったなぁ。食い逃げをしたのが家族に知られるのはさすがに罰が悪いのだろうか。もしくは家族と連絡が取れない事情でもあるのだろうか。例えば家出をしてきたとか。まあでもそれだったらそこまで言ってたら警察に任せた方がいいんじゃない？家出少女でしょ。何にせよ難しい展開になってきたな。でもさ、こっからなんだけど、これが例えば家出少女だとするじゃん。家に泊めちゃったってことなのかな。でそっから付き合ってたみたいな。僕は困り果てていると、ちょうどいいタイミングで店長が帰ってきてくれた。ナイス店長。僕は店長に事の発端を説明し、そのまま彼女の応対を任せることにした。これが僕と刹那の出会いだった。でも店長に任せたならそっからの発展ないよね。この子どうなっちゃったんだろう。まあでも店長クラスだったらな、このお店の風評とかもあるから、やっぱり警察に任せちゃうのかな。もしくはまあ親か。親でも書いてくれないんだろうな。桜井さん来てくれた。めっちゃ似てる。なんかお姉ちゃんになった感じするね。やっぱ2年くらい経ってそうな顔になってるね。髪の長さのせいかな。まあでもどっちも可愛いね。気がつくとトアが不安そうに僕の顔を覗き込んでいた。あ、ごめん。どうやら僕はトアを待つ間に眠ってしまっていたらしい。仕事の疲れが取れていないんじゃないですか？大丈夫ですか？いや、全然大丈夫だよ。そんなことより今日はありがとうね。ありがとう言う立場違うくない？来てくれてアドバイスする側がありがとうって言ったらなんか上下関係逆にならない？いえ、こちらこそありがとうございます。正直な話、今日は来てくれないんじゃないかと思った。でもさ、これなんか来てくれてありがとうっていうことは下心あるよね。どうしてですか？冷静に考えてみたら僕ってだいぶ怪しいやつだったし。はは、確かに。でも約束しましたからね。約束はちゃんと守らなきゃ。めっちゃ誠実ないい子。なんかさっきのさ、飲食店食い逃げしようとしてたことは裏腹、逆だね、真逆だね。きっと彼女は誠実で素直な性格なのだろう。それじゃ早速始めようか。はい、よろしくお願いします。トアはカバンからノートを取り出すと僕に差し出す。すごいな。ノートには現状面接を進めている企業や業種など詳細な情報が丁寧にまとめられていた。でもこれでもやっぱ浮かばないんだね。これだけわかりやすく情報がまとめられていて、ナンパ野郎の僕への対応も丁寧だったか、きっと面接も問題ないだろうし。ナンパ野郎って、自分で言っちゃってる。これでは僕の出る幕なんてないのでは。どうなんだろうね。僕もちろんだけど就活人生で一回もしたことないからさ、こういうのって何基準で受かるんだろう。僕は少しでも彼女の力になれないかとパラパラとノートをめくる。寿司丸、総合職、3次面接までの合格。寿司丸って歩くない？本当に。明日電機、事務職、2次面接まで合格。この明日電機も歩くない？多分空文庫、うわー、ありそうでなさそう。営業職、次が最終面接。あんままとまりないね。何でもいいとかそういう感じなのかな。事務なのかな。総合職、紫水道かな。総合職、3次面接まで合格。その他数種の企業の面接会に参加予定。でもさ、こういうのって何次面接まであるんだろう。こんな受けなくてもいいんじゃないの。なんというか特殊がバラバラだね。それ思った。何でもいいか受かりたいんじゃないの。そうでしょうか。
この中で第一志望はどこなの？第一志望ですか？フォアが首をかしげる。でんでんでん。そのまましばらくと黙り込んでしまった。今の感じからするとさ、事務職なのか、もしくは大手だったら入りたいみたいな感じなのかなって思ったけど、給料基準みたいな考えがうまくまとまらない。しっくりくる言葉が見つからない。彼女からそんな雰囲気を感じ取れた。もしかしたら就職がうまくいかない理由って、トアさんはさ、自分のやりたいこととか夢ってないの？え、なんで止まるの BGM。 やりたいこと。彼女の瞳から光が消えていることに気づいた僕は、慌てて言葉を付け足した。難しく考えなくても大丈夫だよ。子供の頃何になりたかったかとか、誰といる、何をしている自分が好きだとか。うわー、僕もそれ難しいな、いざそう聞かれた。そういう話で十分だからさ。まあ基本的にゲーム実況楽しいけど、ゲーム実況やってますって言いたくないよね、こういう面接とかで。ありきたりな話かもしれないけど、就職活動の第一歩は自分が何をしたいのか、すなわち自己分析から始まるのだと思う。ぎっくり。やばいね、これ僕落ちただろうな。自分のことがわからなければ、膨大な数の職種から自分に合った仕事を探すのは難しいことだろう。そっか、入ってから辞めちゃうかもしれないもんな。てか僕分かったかもしんない。この女の子さ、記憶喪失なんじゃない？予想ね。あくまで予想だけど。わからないです。え？子供の頃何になりたかったのかも、何をしている自分が好きなかも、よく分かりません。ほら、記憶がないからじゃないの？淡々と話をする彼女の姿は痛々しくもあり、彼女はもしかしたら空っぽなのかもしれないと思った。これまで全部他人が決めてくれてたから考えたこともなかったです。ついてきたってことか。まあなんかお姉さんっぽい見た目して、妹っぽい主導権を握らせる感じあるもんね。自分が何になりたいかなんて。そうなんだ。はい、やっぱりこのままじゃ良くないですよね。うん、そうかもね。ちょっと今疑問に思ったんだけどさ、これナンパしてる角度だよね。目の前の席に座るんじゃなくて横に立ってるよね。会社は新しく入る人のやる気や熱量を面接で見ている。という意味では彼女は他の就活生に比べると不利な状況にいるのかもしれない。まあ自分がわからないって難しいもんね。桜井さんの仕事の話を聞かせてくれませんか？僕の仕事の話？はい、桜井さんが今されているお仕事に対してどう思っているのか。ちょっとそれは難しいな。なんなら辞めたいと思ってるんじゃないか。どうやってその会社を選んだのか参考に教えてほしいです。深夜残業、急な依頼のキャンセル、手戻り、上司の怒鳴り声。仕事と聞いて僕の脳裏に嫌なイメージが次々と浮かぶ。そうだよな、どんな仕事でもさ、続けてたら嫌になる部分も見えてくるもんね。その中で続けるのって難しいか。ダメだダメだ、これから社会人になる彼女に悪い印象を与えるのは良くない。僕はできるだけ本音を隠して慎重に言葉を選んだ。もうそれじゃ嘘じゃん。雪台車かなって知ってる、雪の宿みたい。わかります、県内で結構有名な出版社ですよね。本系の会社かな。そうそう、僕はそこで働いているんだけどさ。そうだったんですね。僕さ、子供の頃から本を読むのが好きで、どんな形であれ本に関わる仕事がしたいなって思ってたんだ。それで出版社に？うん、書くのは苦手だったから出版社側に回ったんだね。回った。ちょっと言い方悪かったね。僕が思う出版社の一番の魅力は誰かの門出に立ち会えるところかな。あー、なんかさ、こういうのアイドルデビューさせた人とかも俺すごいだろみたいな感じと一緒だよね。トアが頭にハテナを浮かべたような表情をする。小説や漫画を書籍にするときにさ、漫画家さんや小説家さんの話をたくさん聞くんだよ。自分はこういう思いで作品を書いている、こんなものを世の中に出したいんだって、そういうのなんか夢が見れるの美しいよね。一生懸命語ってくれるんだよ。中には漠然な人もいるんだけど、でも胸の内にはすっごい熱いものを持っていて。なんかこう聞くと彼女と真逆だね。そういうさ、作り手の思いとか夢を聞くことができて、その夢を一緒に形にできるところが僕は好きで、彼女のために綺麗事を並べるつもりだった。でもトアに説明をしている内容の全てが嘘偽りなく自分が仕事に対して感じていた魅力で、あー、なんかこうやって仕事に一生懸命向き合ってる人見るとさ、あー、かっこいいってなるよね。ごめん、出版社で働いてるくせに話にまとまりがないね。いえ、とても素敵だと思います。僕の話を聞いたトアがポツリとつぶやいた。
私も見つけられるのかな、自分のやりたいこと、なりたいもの。そりゃもうこの主人公と結婚することでしょう。いずれもう僕は分かってる。あなたは私と結婚したい。変わっちゃった。せつなちゃんに同じこと言ってたってことかな。せつなちゃん表情が一緒だよね。うーん、どうしようかな。よし、決めた。 B ランチセットで。ちょっと待って、お金払ったの？彼女は翌日も僕のバイト先に顔を出していた。食い逃げ犯がどうしてまたここに。もう絶対払う気ないでしょ。食い逃げ飯じゃなくて、せつなね。ちゃんと名前で呼んだよね。めっちゃ偉そうになってる。せつなはムスッとした表情のままパンケーキを口へ運ぶ。それ出してあげるんだね。そしてそんな彼女の様子を微笑ましく見守る店長。何なんだこの状況は。これさ、店長なんか色恋沙汰持っていったんじゃないの？僕は店長にそっと耳打ちをする。どうして今日もあの子がいるんですか？ん？ああ、実はあの後彼女のご家族と連絡が取れてね。もちろんその時にお金を払ってもらったんだけど。あら、食い逃げ犯じゃなかったじゃん。決めつけは良くないよ。結果的にはそうかもしれないけど。でもさ、今日持ってきてるのかな、財布。家族がまた払うパターンじゃないの？というか、どうしてそんなに偉そうなんだよ。それ思った。店長の声がでかすぎて、普通に彼女に話を聞かれちゃってるし。それでね、聞いてよ、桜井くん。彼女、うちのカフェのメニューが絶品で、毎日でも食べたいくらいだから、ぜひ、うちで働きたいって言うんだよ。これ、バイトを受け付けてるのかな？でもさ、この食い逃げするような子って、ちょっとトラブル起こしそうじゃない？僕、それが嬉しくてさ。さすが店長。なんか、自分の食事っていうか、自分で出してるパンケーキとかでも、美味しいって言ってくれるのが嬉しいんだね。桜井くん？せつなが不思議そうに首をかしげる。ああ、桜井秋文、僕の名前ね。ふーん。桜なのに秋ってちょっと変だね。めちゃくちゃ失礼なやつ。でもさ、こういうタイプの方がモテるパターンってあるよね。言われてみれば。ああ、そういうことだからさ。店長が僕の肩をポンと叩く。彼女、今日からうちで働くことになったからさ。じゃあお前、今日から働くな。パンケーキ食べてんじゃねえよ。いろいろ教えてあげてよ。なぜ僕が？だって桜井くんが一番せつなちゃんと歳が近いから。若いんだね、桜井くんは。え？彼女、女子高生ですよね。僕もう22ですよ。で、1年経ったってことは、でもこっからどんくらい付き合うかわかんないか。じゃあ今24とか5とかかな。いや、彼女20歳だよ。え？この子、僕と二つしか違わないのか。ちょっとなんか幼い、童顔してるね。言動があまりにも幼いか、てっきり高校生かと。これも口で言ってるってことだよね。こいつはこいつで失礼だな。お互いなんか失礼同士のカップルになるんだろうな。うわぁ、すごい失礼な人がいる。店長、この人クビにしましょう。ちょっと面白いね、せつなちゃん。せつながムスッとした表情でとんでもないことを口にする。いや、僕は全然いいと思う。主人公クビにしてよ。まあそういうことだからさ、これからもよろしくね、ふみくん。ちょっと待って、こりゃ恋に落ちちゃうよ。そのいきなりあだ名呼びなんてさ。なに、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 ちょっと待って。はぁ、マジでさ、もうこれもうやめて。ちょっと半目でいくよ、半目でいくよ、早く。終わった、僕の人生。ホラーゲームだこれ。まただ。トアと出会ってから刹那との日々を思い返すことが多くなった気がする。つい先ほどまで僕は彼女に就活のアドバイスをしていた。僕はトアと会うのはこれで7度目。7度目は？7回も会ってんの？彼女も僕のことを頼りにしているのか、この数日で僕らの距離はぐっと近づいた気がする。これはいいことなのだろうか。ベノ、別にさ、新しい恋始まってんだから良くない？まあでもちょっと元カノ引きずってるのは良くないかな。もしトアが本当にただの刹那に似ているだけの彼女とは全く何の関わりもない女の子だった。いやもうでもそうなんでしょ実際。僕はトアを刹那の代わりにしようとしているのではないか。とっかー、だからやっぱ引きずってるのは良くないって。ダメだ、僕は少し疲れているのかもしれない。今日は早めに寝よう。僕はそのままカフェを後にした。大丈夫かこの主人公、幻覚の見方がとんでもなかったぞ。アナログテレビみたいになってたよ。なんで彼女がここにいるんだい？これは誰の部屋だい？部屋に入ってからの刹那は終始落ち着かない様子で、リビングでペタリと座り込んだままキョロキョロと辺りを見渡している。可愛いんだけど。なんで？誰んちこれ？家ないのかな？家なき子？
刹那でもさすがに異性の部屋は緊張するのかな。入れちゃってるの刹那ちゃんを。あ、え、なんで持って帰ってるの。ない。何が。エッチな本がどこにも見当たらない。え、でもさ、こう見ると女子高生っぽくないね。予約口を開けたかと思えばこれだ。どうやら刹那はどこまでも刹那のようだった。よくわかんないけど、その理論がわかんない。刹那理論ね。持ってないよ。ちょっと待って、声裏返っちゃった持ってないよ。今は電子化が進んでるしね。そうじゃない、そこじゃないあのさ、電子書籍だから手元にはないんだとか、そういう話じゃないんだよ。とはさすがに言わなくて、言わないでおくか。一冊もにわかには信じがたい。何に期待してきたんだよ。かわいい。彼女を部屋に呼ぶのはこの日が初めてだった。期待と緊張か、何を話したのかはっきりと思い出せないけれど、ふみくんと知り合ってからもう1年くらいになるのかな。ここですでに1年経ってんだね。そうだね、付き合ってるってことか。え、でも初めて来て1年経って初めて来たのか。今考えてみればこの頃から彼女は僕の知らないところで悩んでいたのかもしれない。ふみくんは変わったよね。どうかな、何が変わったの。やっぱそういう本をスマホで見ちゃうようになったところとか。そうだよ。当時の僕は仕事を始めてかまだ数ヶ月足らずで。何の仕事。あ、もうカフェ辞めちゃったってことか。あんまり遊んでくれなくなった。刹那との時間を確保することが難しくなっていた。彼女は変わらずカフェでバイトを続けていた。ちゃんと就職したんだね。まあお金のためかもしれないけど、刹那ちゃんと暮らすためかな。ごめん、1年経ったってということは刹那ちゃんは21歳か。あ、違うんだよ。怒ってない、ない、ない。ないが一個大きいな。ふみくんが出版の仕事を楽しそうに話しているのを見ると自分も嬉しくなるからさ、いい意味で変わったなって、まあ、夢を追いかけるというかさ、ふみくんのその夢って出版社だったわけだし、それを達成できて幸せそうなのが見れるのがいいなってことか。ずっとやりたい仕事だって言ってたもんね。すごい一言まとめてくれた。はじめは覚えることだらけで叱られることも多くて大変だった。刹那は変わらないよな。でも変わらないのも一つの幸せだよね。そう？そうだよ。何をするにも子供みたいに目キラキラさせてさ、四五回見た映画も初めて見るようなリアクションで、え、僕もそれやっちゃう。てかほとんど記憶ないんだよね。映画とか漫画とかでもさ、漫画ってやっぱちゃんと読んでるわけじゃん。なんかパラパラパーじゃなくてちゃんと読んだとしても1年くらい経ったら、え、なんだっけこの展開とかなったりするんだけど。いやー、それほどでも。ん？バカにされてる？刹那は当たり前のことを当たり前だとは思わずに、毎日を全力で楽しめるような女の子だった。そんな刹那の前向きさが僕の考え方を変えてくれた。大変なことがあっても刺激のある充実した日々を過ごしてくれると思えていた。やっぱ彼女ができるってでかいんだな。彼氏彼女みんな作った方がいいよ。刹那はさ、これから先も今のバイトを続けるつもりなの？どうだろう。今アパートの家賃家族にほとんど払ってもらっててさ。あ、じゃあやっぱ一緒には暮らしてないんだね。初めて来ただけだもんね。ほら、うちのバイトって安月給だから足りなくて、二人でこのカフェで働いてたのに。すごいボロクソ言うな。ほら、あは、あんまり家族に迷惑かけられないからかな。ちゃんと就職して自立しないとだね。バイト生活もやっぱ厳しくなってくるのか。でもさ、そこをやっぱ主人公が助けてあげなよ。大手会社かわかんない、大手会社かに就職したんだし、お金いっぱいもらえてるでしょ。そっか。あのさ、もし刹那が良かったらなんだけどさ、来た、僕らまだ付き合って1年だし。やっぱ付き合ってんだ。就職して間もないから気が早いって思うかもしれないけど、うん、就職してお金を稼ぐようになったら彼女に伝えようと思っていた。ここで一緒に暮らさないか。そっちかー、くそー、結婚かと思ったのに。てんてんてん。彼女は自分の過去や家族のことを話したがらなかった。僕もできるだけ触れないようにしてきた。でもいつかは話してくれると信じている。これから先共に過ごしていくうちに、少しでも彼女の抱えるものを一緒に背負っていきたい。いい彼氏持ったな。ダメ男だけど大丈夫なのかな。え、刹那は不安そうな表情を浮かべていた。ふみくんが思っているような子じゃないかもしれないよ。まあ不思議ちゃんって感じはするよね。え、でもさ、これ明るい子で不思議ちゃんって珍しいよね。それはつまり実は料理できたり礼儀正しかったりするってこともうなんかその真逆の印象を持ってるのがかわいそうだな。それでも付き合うってやっぱ愛があるんだね。ふみくんひどい、料理の下手な礼儀知らずと思われてる。ふみくんに対してさ、嘘だってついてるかもしれないし、
すっごいずるいこと、悪いことたくさんしてるかもしれないよ。もうそれは予想通りだよ。なんか無銭飲食しようとした時点で分かってるよ。食い逃げとか高橋の禁止。ごめんごめん。わー、イチャラブ見せられてるみんな。だからリア充嫌いになるんだよ。でも、それでもいいかな。理由を聞かれると困ってしまうけれど、悪いところも、ずるいところも、それを含めて、刹那だというのなら、僕はそれでもいいと思う。おー、全部認める。さすがだな、神みたいな存在。そっか、ふみくんはそこまでして同棲したいわけだ。ちょっとなんか下心あるみたいな言い方やめて。しょうがないなあ、まったく。また上から目線。刹那の照れ笑いを見れただけでも、僕は勇気を出して提案してよかったと思った。それじゃあ、同棲記念日ということで、今日から暮らすの？今日なんか交渉したばっかじゃん。一緒にお風呂入ろっか。な。思わぬ提案に動揺する僕を見て、刹那が子供みたいにいたずらっぽく笑った。ふふ、やっと勝てた。何の勝負してんだよ。これマウントの取り合いだったのか。いいな、こうやってさ、カップルイチャイチャしてマウント取り合ったりして、それもなんか冗談交じりなの。まったく。あ、なんかもう、ちょ、やめてやめて、怖い。このピンポンがすごい怖く感じちゃうんだけど、ホラーゲームっていうことをみんな気抜いちゃダメだよ。ん？あれ？刹那？でんでんで。あ、夢か。ちょっと待って、今の夢だったんだよね。まだまあ彼女のこと引きずってるのはいいとして、全く部屋変わってないね。どうやら、明かりも消さずにベッドで眠ってしまっていたらしい。まあ疲れて帰ってきたばっかだったもんね。手探りにスマホを探し出すと時刻を確認する。24時。もうそんな時間か。もうそれはどうでもいいから早くインターホンのやつ見に行ってあげてよ。あれ？今インターホンが鳴ったような。こんな時間に来客？夢と現実がごちゃ混ぜになっているのかな。見てみるよ。ちょっと半目で見ていい？ごめんみんな。寝ぼけまなこのまま僕はドアを開ける。半目ね、半目ね、半目ね。怖い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 。え？するとそこには、でもね、大抵僕が怖い怖い言ってる時は怖い展開起きないから安心して。予期せぬ来客の姿があった。トワちゃんかな。あ、トワちゃんだ。おー、がっつり部屋入れてんだけど、なんでこの姿のままトワちゃん来たんだろう。なんかテーブルとかないの？もうちょっと茶菓子でも出してあげなよ。なんかでも深刻そうだね、こんな時間に来るなんて。てんてんてん。なんか飲む？いえ、お構いなく。あ、茶菓子出そうとした。よかった、ちゃんとした主人公で。トワが僕の部屋で座っている。彼女は不安そうな表情で僕を見つめたままちょこんと正座をしている。男の部屋、一人暮らしの男の部屋にこんな入り込んじゃダメだよ。その仕草が先ほどまでの夢の内容とは対比され、刹那との違いがより鮮明になる。まあ礼儀正しいよね。指細くない？めっちゃ指綺麗なんだけど。なんかピアノ弾いてそう。足崩しても大丈夫だからね。お気遣いありがとうございます。でもこの姿勢の方が楽なので。どう？やっぱり私帰った方が。なんで来たかによるな。いや、さすがにこんな時間に一人にするわけにもいかないよ。まあでも重大なことがあるからやっぱ来たんだろうな。これでなんかさ、食い逃げしてきたとかだったらお前もかってなるけど。それに泊まるところがないんでしょ。それはそうなんですけど、彼氏のとこにずっといたとかなのかな。トアの話によると、今日は大企業の二次面接があったそうだ。そこで面接官に気に入られ、23時まで飲みに付き合わされていたらしい。そんなことあるんだ。慌てて予約していたビジネスホテルにも向かうも、何かの手違いで部屋がうまく取れていなかったらしく、終電を逃し途方に暮れて歩いたところ、偶然にもこのアパートにたどり着いたそうだ。よく家知ってたね。そこは教えてたんだ。でもさ、そういうホテルでミスったのって結構でかいよね。お金もかかるのかな。どうしてトアが僕の住むアパートの場所を知っているんだ？それも部屋番号まで。怖い怖い。なんで知ってんの？誰かに聞いたのか？もしくはやはり彼女は。ごめんなさい、やっぱり帰ります。難しそうな表情をする僕を見たトワがその場を立ち上がろうとする。ごめん、困ってはないから、ちょっと考え事をしてただけで。そうですか。でもなんで知ってるのかって怖くない？店長に聞いたんだったらさ、店長言っちゃダメでしょ。まあとにかくさ、もう少しリラックスしてくれてでいいよ。ありがとうございます。でもそのなかなか難しいかもしれないです。リラックスするのが？男性のお部屋にお邪魔するのはこれが初めてなので、やっぱ記憶消えちゃってるんじゃないかな。なんということだ。僕のリラックスしていた気持ちが吹っ飛んでしまった。やっぱここでチューするしかないんじゃないの？といえば、桜井さんは仕事でこちらに来られたんですか？トアが気まずい雰囲気を変えようと話題を振ってくれる。うん、子供の頃からずっとこの辺りに住んでいるよ。あ、そうなんだ。実家って、実家がじゃあこの辺にあるってことか。
今は一人暮らしをしているけど、実家がものすごい近いからさ、たまに両親が顔を出したり来たりするんだけど、トアがうんうんと相槌を打つ。トアさんは？私も県内ですよ。ここからだと電車で30分くらいかな。じゃあ歩いて1時間ちょっと、1時間半くらいかな。まあ遅くても2時間で着くから帰れるっちゃ帰れるけど、男の家上がるんだね。へえ、そういえばトアさんって兄弟はいるんだっけ？いますよ、妹が1人。私が就職中で面倒を見てあげられないので、今は親戚の家に預けています。ってことはちょっとあんま聞き込めないね。複雑っぽいよね。預けてると言ってももう19なんですけどね。なんか不思議。ちょっと待って、妹がいるんでしょ、で親戚で預けてる、であんま関わりないんだとしたら、そういうことなのか。あ、でも19歳だったら違うか。妹、僕のつぶやきを聞いた彼女が言葉をつけ出す。私の両親亡くなっちゃってるんです。父は私が幼い頃に、母は2年ほど前に病気で。ちょっと重要そうだねこれは。そうだったんだ。トアは自分の胸の内を話し始めた。僕は彼女の話を黙って聞くことにした。彼女がそれを望んでいる気がした。母はとても教育熱心な人でした。父が亡くなってお金もないはずなのに、私にいろいろな習い事をさせてくれました。優しい。私も母の期待に応えようと必死でした。私は母が作ったものを食べて、母が勧めた学校に通って、だから自分が亡くなっちゃったのか。母に認められた人とだけ関わりを持ちました。母は私に対して厳しかったのですが、対照的に妹に対しては放任的で、妹からすればそれがとても気楽だったみたいで、妹は私に全てを背負わせてしまったことを気にしているようですが。そっか、じゃあ妹ちゃんの方はトワちゃんの味方してるってことなのか。まあお母さんもに味方はしてるけど厳しいのか。当時の私には辛いなとか嫌だなって感情は全くありませんでした。それが当たり前だったから、私の全ては母で形成されていたんです。でもその母が亡くなってしまって、頼るところがなくなっちゃったのか、ようやく気がついたんです、自分に何も残っていないことに。人に言われたことをそのまますする子になっちゃったんだね。まあでも協調性高い子にあるあるだよね。あ、ごめんなさい、こんな暗い話。落ち込む彼女の姿を見て、僕は仕事が辛くて逃げ出したくなった時に支えてくれる人たちの顔を思い浮かべた。トアさんはお母さんのことが大好きだったんだね。え？トアが驚いた表情で僕を見つめる。なんでそうなるんだろう。好きじゃなかったらさ、そんなに頑張れないよ。どうだろう、でも頑張らないと頑張らないと、認められたいからじゃない、承認欲求じゃないか。君は好きなことを一生懸命頑張ってきたんだよ、それはちゃんと残っていると思う。頑張ってきた努力は残ってるかもしれない。そっか、そうかもしれないです。過ぎた時間は戻ってこないから、今までのことが全て無駄だったなんて彼女に思ってほしくない。過去は変えられないもんな。自分がスツナに出会い変わったように、自分の言葉がトアの考え方を変えるきっかけになればいいと思った。だからさ、新しく好きなことが見つかればきっとまた頑張れるんだと思うよ。僕の言葉を聞いた彼女の表情が少しだけ和らいだ気がした。不思議です、桜井さんにそう言われると頑張れる気がする。そっか、あとは素直に嬉しかったかな。嬉しいですか。うん、トアさんのことが知れて、相手のことを知るとさ、その人の人生も自分の一部になったみたいでさ、一緒に生きてるって感じがするというか、まあ感情移入しちゃう、漫画とかでもあるあるだよね。彼女は、刹那は自分のことをあまり話してくれなかったから。それ退避させるの良くないと思う、元カノの話ばっかりさ。私を部屋に入れておいて別の女の子との昔話をするなんて大抵ですね。ああ嫉妬してる、可愛い。確かに言われてみれば結構失礼かもしれない。そこ気づかなかったんだね。あはは、冗談ですよ。ありがとうございます。お話聞いてくれて。結構仲良くなっちゃったね。おお、またイルミネーションだ。冬なのかな、じゃあ。夏とかイルミネーションなんかないよね。トアと出会い、就活のアドバイスをするようになってから2ヶ月が過ぎようとしていた。僕は彼女に呼び出され、駅近くの通りを一人で歩いていた。トアは先日、小さな会社の事務職の内定をもらったらしい。けれど自分の本当にやりたいことなのか、このまま就職しても良いのか、まだ決めかねているようだ。僕は彼女の力に慣れていることが素直に嬉しかった。尽くせてるね。きっとこの気持ちなんだよな。トアと一緒にいると働き始めた頃の自分に戻れたような気がして、
それが僕には少し心地よかった。また元カノに依存してるよ。桜井さん、こっちですよ。トアが僕に手を振りながら近づいてくる。その姿は初めて会った時とはまるで別人で、随分と信用されたんだな。おお、でも初めて会った時もこんな感じだったよね。なんか仲良さそうな雰囲気はあったよね。だってさ、ここ座っていいですよって言ってくれたもん。僕らは二人並んで歩き始める。就活は順調？はい、桜井さんのおかげで。僕は何もしてないよ。そんなことないです。前にもお話ししましたけど、私就職のことを相談できる相手が周りにいなくて、だから本当に助かってるんですよ。そっか。はい。え、すごいロマンチック。もうこれさ、僕の家に就職してくれって言っちゃいなよ。てんてんてん。彼女が突然呼び出した理由を僕はなかなか聞き出せずにいた。話を聞いてしまったら何かが大きく変わってしまう気がしたから。それが自分の知りたかったことかもしれないのに、不思議と自ら話を切り出そうという気にはなれなかった。大事な何かを隠してたのか。今まで2ヶ月間、人混みの少ない路地に入ったところでトアが小さく身震いをした。なんで？寒かったのかな。少し寒くなってきましたね。そうだね。彼女は手に持っていたコートを羽織ると僕の方を振り向く。そしてそのまま、ちょっと待って、おい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 、冬、クリスマスイブになってる。僕の胸へ飛び込んできた。え？人肌の温かさが全身を駆け巡る。ちょっとロマンチックじゃん。てんてんてん。彼女は黙ったまま僕の胸に顔を埋めていた。どれくらいそうしていたのだろう。しばらくの沈黙の後にトアがゆっくりと口を開いた。桜井さんに伝えなきゃいけないことがあります。実はせつなちゃんだったとか。え、でもそれ分かってない。記憶喪失だと思うんだ僕は。私、大学2年生の冬から1年間休学をしていたんです。それって？はい、母が亡くなってすぐに休学届を出したみたいなんですけど、身に覚えがなくて。覚えがないってどういうこと？母が亡くなってからの1年間の自分の行動が思い出せないんです。やっぱそっか。だからあんな不思議ちゃんみたいな感じだった。だから財布も持ってなくて、でも家族は普通に払ってくれてたのか。え、でも家族じゃないってことだ。だから店長も優しくて、あ、親戚の人が払ってくれた、それで優しいかみたいな、そんな感じか。何を考えてどこで過ごしていたのか、私には当時の記憶が一切ないんです。記憶喪失ってこと？はい。原因は母を亡くしたことへのショックからだと思います。記憶にない空白の1年、その時間が意味するものは、母は私の全てでした。その母がいなくなってしまって、私の心は壊れてしまったんだと思います。トラウマ抱えたらそうなるらしいね。もしくは乖離性人格障害とかでさ、人格がもう1個もう2個とか増えちゃうみたいな。食事も全然喉を通らなくなってしまって、私の意識はそこで完全に途絶えてしまいました。もうこのままじゃダメだって時に、誰かが私に声をかけてきてくれた。え、ちょっと待って、マジでさ、乖離性人格障害じゃない？やっぱじゃあその1年間は普通に記憶喪失なんじゃなくて、もう一人のせつなちゃんだった可能性、とわちゃん、もう一人のとわちゃんがせつなちゃんだった可能性あるよね。大丈夫だよって、彼女はダメになった私の代わりに一生懸命生きようとしてくれました。塞ぎ込んだ私の体に宿ったもう一つの人格、それがせつなさんだったと思います。やっぱそうだったんだと。だからトアは僕の住むアパートを知っていたんだ。記憶っていうか、まあ無意識にたどり着いたんだね。せつなとして過ごした頃の記憶がほんのわずかに残っていたんだろう。黙っていてごめんなさい。でも会うべくして会ったね。だってあのカフェに行ったってことは、多分せつなちゃんの記憶であのカフェにたどり着いたってことだもんね。でも怖かったんです。私が知らない人が私のことを知っていることが、この人がいい人なのか、どんな関わりを持っていたのか、私にはわからないか。まあそうだよね。てかこの人が本当にせつなちゃんと会ってたかどうかの証拠もない。あー、でも写真があれば。だからあえて写真を残そうとしなかったんだ。事故や強いショックで記憶を失ってしまう。その結果全くの別人になってしまったようだった。ドラマや漫画で聞いたことはあるけれど、まさか彼女がそうだったなんて。だからそのトアは僕の胸に顔を埋めたまま口ごもる。彼女が何を言おうとしたのか僕には分かった。せつなはトアが精神的にショックを受けたことで生まれた別人格だった。1年というトアの心が安定するまでの間だけ体を使うことを許された。いわば偽物の感情に過ぎない。トアが元気でいるということは、
刹那にはもう二度と会えないということで、どっちがいいんだろう。でも彼女の幸せを願ったトワちゃんの方がいいけど、でも刹那ちゃんにも会いたいよな主人公。もしかしたら彼女は、刹那は最初から全部わかっていたのかもしれない。だから写真を撮りたがらなかったのではないだろうか。刹那という存在がこの世界に残らないように、トワに戻るとき足かせにならないように。桜井さん、トワが不安そうな表情でこちらを見つめていることに気づき、僕はハッとする。すごい妄想するね主人公。あ、ごめん。トワは小さく深呼吸すると再び口を開いた。私一人でいると不安でどうしようもなくなる時があるんです。でも桜井さんといると心が落ち着いて、みんなだったらどうする？このままさ、一人にさせて不安にさせたら、ワンチャンその病んでいってまた刹那ちゃんが出てくる可能性ってあるじゃん。でやっぱ主人公としては、別れたっていうかいきなり消えた彼女を引きずってるわけじゃん。でこれトワちゃん人格違うし、体一緒でも性格違ったらどうなんだろうな。病んだら刹那ちゃん出てくる可能性あるけど、病ませたくないよな。とても安心するんです。桜井さんがそばにいてくれたら、私自分のやりたいことが見つけられる気がするんです。だから、いやそうじゃなくて、私は桜井さんのことが。待って、無意識にトワの言葉に遮ったことに僕は自分で驚いた。自分で驚いた。お前が遮ったんだろ。君が僕と一緒にいると安心するのは、もしかしたらその刹那ちゃんってことか。刹那として僕の過ごした日々が記憶の底に残っているからではないだろうか。私だってそんなにバカじゃないです。そのくらい自分でも分かってます。トワちゃんとしてってこと？トワちゃんが本当に主人公のこと好きなのかな。トワはまっすぐに僕を見つめる。その瞳がゆらゆらと揺れる。泣いてる。私がこの街に来たことは偶然じゃない。刹那さんのあなたに会いたいって気持ちが私たちを巡り合わせたんだと思います。カフェに行った時点でそうだよね。私、出会いって人それぞれだと思うんです。学校が同じだとか飲み会でとかきっかけもですよ。たまたま二人きりになった時に優しさに気づいたらとか、不安な時に支えてくれたからとか、私と桜井さんの出会いが好きになったきっかけが刹那さんがいたからというのはそんなにいけないことでしょうか。まあ、トワちゃんのその主人公を好きっていう気持ちは紛れもなく本当だと思う。でも主人公はやっぱ刹那ちゃん引きずってるから、トワちゃんを愛せるかって言われたらまだ微妙だよな。てんてんてん。全部わかってます。分かった上で、それでも私は今ここにいて、それは刹那さんでも他の誰でもない。私が自分の意思で決めたことだから、だから私はあなたのことが好きです。私と付き合ってください。僕の服をつかむ彼女の力が一層強くなる。どうなんだこれ主人公。でもトワちゃんのこと好きじゃないよ。まあ脈ありだけど引きずっての意味だもんな。緊張からかその華奢な体は小さく震えていた。僕は、ちょっと待って、トワを抱きしめるって付き合うってことだよね。セーブする。よし決めた。多分ね、どっちかがバッドエンドになると思うけど、そういうの気にせずに今やりたいことやるね。抱きしめます。付き合います。やっぱりここまで出会えたのも何かの縁っていうわけじゃないけど、こんだけ2ヶ月間仲良くできたっていうことは、しかも主人公好きな人いないわけじゃん。普通に好きになると思う。てかもう好きだと思う。気づいてないかもしれないけど、僕は震える彼女の体を力いっぱい抱きしめた。その衝動的な行動に自分自身で驚く。頭の中では自問自答が繰り返されている。僕はどうして今彼女を抱きしめたんだろう。なんで？普通に好きだからじゃないの？それはトワのことが好きだから。刹那、ちょっと待って、この選択肢はでかいよ。僕はでもここで刹那ちゃんの名前は出したくない。もう次に進んでほしい。トワのことが好きだからするね。たとえこれがバッドエンドだとしても、こっちにします。トワのことが好きだから。もう刹那ちゃんのことは忘れるって意味じゃないんだよ。いい思い出として残そう。だってやっぱさ、みんな別れあって出会いもあるじゃん。次に進もう。トワの告白から数ヶ月が経過していた。おお、神社だ。何これ、どこの神社だろうね。普通に春が来た。羨ましい。季節が変わり、僕の住む町にも桜が咲き始めている。僕は町で有数の桜の名所を訪れていた。見てください、桜すごく綺麗ですよ。あ、屋台も出ているみたいですね。あのさ、ちょっと目に入っちゃった。このおじさん近くない？ちょっと写真撮るの。こんなもんなのかな。僕こないださ浅草行ってきたんだけど、
木をこの真下から撮ってる人がいたんだよ。なんかそれがいい風景に映るのかもしれないけど、空とかも映って綺麗なのかもしれないけど、え、真下からってめっちゃびっくりした。高級そうなカメラ持ってたからそういう撮り方なんだと思う。あきくんは何か食べたいものはありますか？隣からは彼女の弾むような声が聞こえてくる。あの日僕は彼女の告白を受け入れた。あきくん、話を聞いている？ああ、ごめん。少しだけ不機嫌な彼女の声色に焦った僕は慌てて声の下方へ顔を向ける。するとそこには、おお、すげえ、かわいい、就職できたんだよね。なんかもう同棲してそう。いい腕時計つけてるね。桜色に染まる景色の中で微笑むトアの姿があった。どうしたの？ぼーっとして。もしかして退屈かな？いや、綺麗だなって考えるよりも先に自然とそう口にしていた。桜が？彼女が期待のこもったような眼差しで僕を見つめる。どっちも。あ、何それ。彼女は少しだけ照れくさそうに笑う。目の前にいる彼女を、トアのことを好きになってきている自分がいる。ちょっと待って、この文章必要だったのかな。まあ必要か、主人公の感情だもんね。まあ確かに感情好きになってないっていうのは事実なのかもしれないけどさ。あそこでトアちゃんのことが好きだって言ったのにこうなっちゃうの、ちょっと釘が刺さるな。それは少しだけ寂しい変化ではあるけど、きっと前向きな変化でもあるから。いや、忘れなくてもいいんだよ別に。上書きする必要はないから、今のトワちゃんを愛してほしい。だから僕は今この気持ちを、この景色を忘れないでいたいと思った。ちょっと残っちゃったな。ノーマルエンド、これね、ハッピーエンド、トゥルエンドがあるみたい。トゥルエンドとバッドエンドがあるみたいだけど、バッドエンド踏まずにここまで来たね。せつなちゃんにしてたらどうなってたんだろう。やってみよっか。はい、ちょっといろいろ見たいところがありまして、結構戻ってきました。君のカルピだよ。これちょっとだけ見ていい？多分くだらない結果になると思うけど、君のカルピだよ。僕の言葉を聞いた彼女の表情が一瞬にして曇る。私の彼氏？それ、何の冗談ですか？これって流行りのナンパ？これ一緒だね。じゃあ次行きます。多分この赤色が選択肢変わるんじゃない？そんなはずはないにしてみる。証拠見せてくれ。やったもんね。はい？そんなはずはない。人違いって言ってるのに、いや、お前は刹那だ、絶対刹那だって言われたら困るよね。キモってなるよね。人違いなはずはないじゃないか。どうせ僕をからかっているんだろう。わけがわかりません。どうして他人のふりをするんだ。悪質だよこれは。何か後ろめたいことでもあるんじゃないか。まさか他に男ができたのか。こいつマジで頭狂ってんだけど。ちょっと勝手に話を進めないで。そうなんだな、もうやんでるじゃん。ここまで来た。それで僕の前から姿を消したんだな。興奮する僕の耳にはもはや彼女の声は届いていなかった。騒がないでくださいよ、周りに迷惑ですよ。迷惑だと？よくもそんなことが言えるな。こいつさ、衝動的すぎない？ DV 男の典型的な例なんだけど、このビッチが。僕は興奮したまま彼女につかめかかろうとする。彼女かわいすぎる。その時、どうなったんだ、店員か？周りにいた数人の男性客は僕の腕を掴んだ。なんだお前ら。なんだじゃないよ、お前がちょっとやらかそうとしてたから止めてあげたんじゃん。お前らもこのビッチの男か。もう正気の沙汰じゃない。くそ、離せよ。でんでんでん、最低ですね。そのまま僕は警察へと引き渡された。そして僕は彼女と会うことは二度となかった。あ、これがバッドエンドなんだ。じゃあ僕綺麗にバッドエンド引かずに行ったんだね。じゃあ彼女の肩を掴みたいと思います。ちょっと待ってよ、これもやばいな。知らない人触れたらダメだよ。もう少し話そうね。もうヤンキーじゃん、やり方が。ナンパするヤンキーと一緒なんだよ。彼女は焦ったような表情でこちらを見返してくる。いきなり触らないでください、あなたと話すことはもうありませんから。別な、そんなこと言わないでさ。気持ち悪い。ガチナンパ男じゃん。だから私は刹那って人じゃないって。もうやばいやつじゃん。完全にもう警察沙汰のルート入ってるよね。そうだ、思い出話をしよう。思い出話、もう暴走しないでくれ。は？僕は彼女をつなぎ止めたい一心で苦し紛れに会話を続ける。初めてのデートで水族館に行った時さ。あなたもしつこい人ですね。刹那、マグロが泳ぐのを見て中トロだって言っててさ。僕、それがおかしくて。でもさ、最後まで見たからわかるけどさ、トアちゃんもセツナちゃんの存在には気づいてるんでしょ？だったらまあ話乗るのも悪くないよね。はあ、
私時間がないって話しましたよね。ごめんなさい、もう行きますね。彼女は身なりを整えると席を立った。待ってよ、まだ話が。慌てた僕は彼女の腕を掴もうとする。けど僕の伸ばした手は誤って彼女の鎖骨あたりを触れてしまった。鎖骨ってアウトだと思う？みんなセクハラっていうか痴漢になっちゃう？てんでてん。あ、ごめん。バシー、めっちゃ叩かれた。EOL より先に激しい音と少しの痛みが僕を襲う。頬がジンジンと痛む。驚いて彼女の方を見るとトアは目に涙を浮かべながら怒っていた。そうしてようやく僕は自分が彼女にビンタをされたということを理解した。そりゃされるだろ。セクハラ最低ですね。ああ、もう二度と会えない。彼女は吐き捨てるようにそう言うとそのまま店を出て行ってしまった。ああ、やってしまった。ダメ男。てかさ、トアちゃん支払い済ませてないんだけど。僕はバカだ。もう少し冷静になっていればこんなことにもならなかったのに。まあちょっと止めたい思いはわかるけどね。その後僕は彼女に会うことは二度となかった。これがバッドエンドに後悔。はい、ここまで戻ってきました。これね、多分青色の選択肢だからエンド分岐、ルート分岐はしないと思うけど、こっちやってみるね。就職うまくいってないの？多分文章変わらないんだろうな。え、就職中だって聞いた気がしたからさ。元気がなさそうだったから面接とかでうまく話せなかったのかなって。ごめん、余計なお世話だよね。いえ、平気です。これ図星ですか？やっぱうまくいってないんだ。どうやら僕の予感は的中したらしい。僕は今朝の反省を踏まえ彼女とできる限り普通に接することにした。こっから多分一緒だね。極力刹那の話題は出さないように、トアという一人の就活生と会話をしようと心に決めた。これもまた余計なお世話だと思うけど。僕でよかった、相談に乗るよ。これでも一応社会人だし多分変わってないね、こっからは。え、彼女が驚いた表情で僕の顔を覗き込む。じゃあ次行きます。ってことはここでバッドエンドなんだ。赤色の選択肢だもんね。もう一個あるよね、一応。一番最後の最後、抱きしめた後。じゃ抱きしめないで行ってみましょう。やっぱ刹那ちゃんの思いが残ってるから、トアちゃんのためにも今はとりあえず距離を置いて好きになったら付き合うっていうのでもいいと思うんだ。僕は彼女を抱きしめたくなる衝動を何とか抑えると口を開いた。全部話してくれてありがとう。ごめん。トアは僕の次の言葉を待っていた。僕は刹那のことが好きなんだ。そんなに違いますか？私と刹那さんは同じじゃダメなんだよ。刹那ちゃんへの思いだから。なんかさ、やっぱ後悔残ってる分代わりにしちゃうのは良くないと思う。うん。君と話をしていくうちに記憶の中の彼女の存在が、刹那との思い出が過去になってしまいそうで、僕は最初そのことがすごく怖かったんだ。でもそんなことは全然なかった。君は家族をとても大事にしていて、ストーカーまがいの僕にでさえ優しくしてくれて。お前それ認めるのか？自分のなりたいものを探そうに一生懸命で、会って間もないけどわかるよ、トアさんはそういう人なんだろうって。君の体は間違いなく君のもので、だから君が本物なんだと思う。ああ、そういうことか。偽物に恋するんじゃなくて、この子はこの子、刹那ちゃんは刹那ちゃんってちゃんと考えたのか。僕は君の偽物を好きになったんだね。違う、偽物じゃない。刹那ちゃんは刹那ちゃんなんだって。子供の頃は雪が好きだったのに、いつの間にか冬が来るのが億劫になっていた。出版の仕事は憧れで自分のやりたいことだった。嫌な部分が見えるようになってから、自分は仕事でしかなくなってしまった。変わらないものなんてないと思っていた。でも刹那への思いだけは変わらなかった。僕は多分これから先もずっと彼女のことが好きなんだと思う。何ですかそれ？トアは僕の胸に顔をうずめたままくすりと笑った。自分の彼女のことを偽物呼ばわりするし、自分から私のことをナンパしてきたくせに振るし。ナンパじゃないんだよな。最低ですね。ほんと最低だ。私あなたのことが嫌いになりました。だからあなたとはもう二度と会いません。ちょっともう、まあ、仕方ないか。好きになるの待ってほしかったな。さようなら。そっか、トワちゃんはトワちゃんで、ちょっとここは離れた方がいいって思ったんだよね。ちゃんと考えたもんね。彼女は僕のそばを離れるとくるりと背を向け歩き出す。辛いよな、トワちゃんも好きだったのに。僕は彼女の姿が見えなくなるまでその場で立ちすくんでいた。これ以上一緒にいることはお互いにとって良くないから、自分から別れを切り出してくれたんだよな。そういう不器用な優しさが彼女らしくて、やっぱり彼女はトアという一人の女の子なんだと、
そんな当たり前なことに改めて気づかされた。まあそうなんだけどさ、うわすごいこれ、君の偽物に恋をする。ちゃんと、まあ、偽物って僕は呼びたくないけど、せつなちゃんに恋をしたからこそとわちゃんは選ばなかったと。でもとわちゃんとも仲良くしたかったな。それ浮気になっちゃうのかな。ここでエンディング入るんだ。ちょっと待って、でもバッドエンドの方行ってみるね。ちょっと待ってください。エンディングの後に続きがありました。きっかけなんてものは特になかった。バイト先から帰宅する途中、ショーウィンドウに映る自分の姿をぼんやりと眺めながら、今日が自分が自分でいられる最後の日であることを本能的に悟ってしまった。ショックではなかった。どういう意味なんだろう。いつかこの日が訪れることは分かっていたから。それでも残りの時間を考えると、焦る気持ちを抑えることはできなかった。最後に彼に会いたいと思った。こんなことな、スマホを持っていればよかった。小さな後悔を胸にひたすら走る。アパート近くの公園にたどり着く頃には息切れもひどく、冬だというのに額から汗が溢れてくる。見てくれも気にせず電話ボックスへ入ると、震える手で彼のスマホ番号を押す。もしもし。焦りと不信感の混じったような彼の声。せつな。彼の声を聞いて安心してしまったのか、それ以上言葉が続かない。珍しいね、電話をかけてくるなんて。どうしたの。というかごめん、今忙しくてさ。最悪こいつマジで。出張で地方へ出ている彼は、仕事で忙しいせいか少しだけ声を荒げて喋る。まあ仕方ないよね、忙しいもんな。それでも声が聞けただけで嬉しかった。最後くらいわがまま言っても許されるのだろうか。今から会えないかな。え、今から。彼の驚いた声が聞こえる。急に言われてもな。ほら今仕事へ出張に出ているだろ。すぐに帰るにしても2、3時間はかかりそうだし、それでも会ってほしいんだよ。一生会えないから。明日じゃダメかな。明日じゃダメなんだよ、もう明日。あーマジか。今日という日は自分にとっては最後の日でも。はい。あ、バイトだったっけ。うん、明日で大丈夫。明日バイトとかもうそんなもん関係ないんだよ。彼にとってはなんてことない一日で、それが少しだけ寂しかった。ユミごめんね、仕事を頑張って。彼やっぱ気づけないよな。でもこの泣き声には気づいてほしい。最後に彼に迷惑をかけたくないと思った。優しいな、せつなちゃん。明るい風に見せかけて、失礼に見せかけて、ちゃんと思いはあったもんね。それじゃあね、バイバイ。あー胸が苦しくなる。彼の返答を聞くより先に通話を切る。一番最後の言葉聞きたくなかったんだろうな。家に帰った荷物を整理してこの街を出て行こう。カエトの思い出も全て処分してしまおう。そっか、それはそれでトワちゃんに迷惑かけたくないからか。明日も自分が彼の存在に気づかないように。やっぱじゃあせつなちゃんはせつなちゃんとして恋しちゃったってこと。明日の自分に彼が恋をしないように。我ながらひどいやつだな。ちょっと嫉妬するっていうか、私のものってなっちゃったってこと。彼に本当のことを言わなくてよかった。言葉にしたらもっと泣いてしまっていたから。大好きだよ。あーもうマジでこれ感動するんだけど。もう二度と会うことのできない大好きな人との日々を思い返しながら、いつまでも受話器を握りしめていた。トゥルーエンド、君の偽物に恋をする。いやーこれやばいわこの作品。ちょっと言いたいことはいろいろあるけど、最後もう一個の選択肢見てからにするね。エンディング流しながら喋りたいと思う。はい、帰ってきました。抱きしめた後に刹那のことが好きだからしようと思う。もうこれ最低だよね。とわちゃんのことが好きで付き合うんじゃなくて、刹那ちゃんのことを引きずって代わりに付き合うってこと。はい、バッドエンドなんだろうな。見たいと思います。そうそう、それでね。あ、ここなんだ。部屋でって話すんだね。前にアキくんと二人で行ったカフェに一人で顔を出してみようとしたんだけどさ、その日運悪く大雪で、私の腰くらいまで雪が積もっててさ、カフェまでの道が塞がっちゃってたの。この辺りじゃよくあることなのかな。トワの告白から数ヶ月経過したある日、僕は彼女を自宅に招いていた。ってことは、せつなちゃんのことが好きだからとは言わなかったんだね。でも心の奥底では思ってた。僕らが付き合うようになってから、彼女が部屋に入るのはこれが初めてだった。諦めて帰ろうかなって思ったらね、クマさんみたいな大きいおじさんが後ろから現れて、雪を気にせずにぐんぐん前に進んでいくの。
これはチャンスだなと思ってクマさんの後ろにくっついていたら無事にカフェに入れたんだよ。おかしいよね、はは。トアは少し緊張しているのか少しだけ早口で時折チラチラとこちらの顔を伺っているようだった。まあでも話題振ってくれるのは優しいよね。アキくん、私の話面白くないかな。もう今感情それどころじゃないからね。僕はこんななんかクマさんどうこうじゃないから。うん、そんなことないよ。僕はこの数ヶ月間ずっと考えてきたことをトアに伝えようと思っていた。せつなちゃんのこと？そのせいで少し上の空になってしまっていたらしい。スマホで時刻を確認すると21時を過ぎようとしていた。あのさ。あ、はい。トアが緊張したような声で返事をする。ちょっとやめてほしい。せつなちゃんのこと好きっていうのは。その瞳は何かを期待するかのようにゆらゆら揺れ動いていた。そろそろ帰る？え？なんで？なんで返すの？ちゃんと喋りなよ。あ、ごめん、そうだよね。帰らなきゃだね。もういい、ちょっと主人公冷たくない？送っていくよ。うん、ありがとう。それかあれなのかな、やっぱ泊まりにはしたくなかった。トアは少しだけ肩を落とすと立ち上がる。そのまま僕に背を向けるとコートに袖を通しながら声をかける。アキ君はさ、今でもその…僕は彼女の背後にそっと近づく。そして…なんで？彼女の後頭部を鈍器で思い切り殴った。全然意味が分かんない。なんで？うっ、鋭いうめき声と人が倒れる音が耳に響く。うっ、トアはうつ伏せのまま苦しそうな声を漏らす。そりゃそうだよね。トア、トア。僕はトアの名前を呼ぶ。ちょっと意味が分かんない。お前がやったんだよ。お前も多重人格だ。なんで？彼女は頭を押さえたままか細い声を出す。僕は彼女の腕を引き立ち上がらせようとするとそのまま彼女の体を壁に押し付けた。何してんの？ちょっと待って、お前そんなやつじゃなかったじゃん。もうちょっと優しいやつだったじゃん。確かにダメ男だなとは思ったけどそこまですると思わなかった。あれれ、おかしいな。子なんかお前は。トアから聞いた話では母を失った、すなわち強いショックによってセツナという人格が、なるほどな、ヤンデレか。セツナという人格が生まれたという。力加減を間違えたかな。トアは怯えた表情で僕を見ていた。サイコパス。体はガクガクと震え、とても恋人に向けるような態度ではなかった。もうこっちは別人だもんね。トアちゃんはトアちゃんだもんね。どうして私のこと好きだって？どうしてって嫌だな。僕が君の体を本気で好きになったと思ったのか。え、トアと付き合うようになってからいろいろな場所に遊びに行った。その全てが僕と刹那の思い出の場所だった。僕さ、これでも結構我慢したんだよ。でもどこへ行っても記憶はちっとも戻らない。それならもういっそこうするしかないんじゃないか。でもさ、だったら一人で寂しくしてやませてから刹那ちゃんに戻せばよかったんじゃないの。こんなめちゃくちゃなやり方ある？本当は僕だって嫌だよ。刹那の彼女の体を傷つけたくはないからね。私と付き合ったのはそのため？トアが瞳に涙を浮かべながら叫んだ。私のこと好きじゃなかったってこと？うるさいな、そんなの当たり前じゃねえか。だって君は刹那の偽物なんだからさ。あ、そういう解釈になっちゃうんだ。こっちが偽物って思っちゃうのか。確かにそれもあるな。僕が偽物の方を好きになるはずがないだろ。違う、私が本物。ああもういいから、今度はもう少し力強くするからさ、頼むね。今度こそ元に戻ってよね。もう主人公イカれちゃった、最悪。僕は再び彼女に向け鈍器を振りかざす。やめて、助けて。彼女は恐怖で顔を歪めたまま僕に向かって精一杯叫び声を上げた。やめてくれ、刹那はそんな顔しない。偽物はさっさと消えてくれ。僕は腕を振り下ろす。刹那、これでやっと。闇落ちすぎるだろ主人公。ああもう最悪、一番最後にこれ見ることになるとは。でもやっぱ忘れられなかったんだね。わ、鈍い音がしちゃった。なんか怖い、この画面めっちゃ怖い。暗く、あ、消えていったな。死んじゃうんじゃないの、そんなことした。バッドエンドさん、君に会いたい。ちょっとエンディング流すね、話したいこといろいろあるから。はい、戻ってきました。君の偽物に恋をする、ここまで含めてこの一つの作品だと思った。いや、改めて言うけど素晴らしい作品だった。僕ね、個人的に今までバッドエンドいろいろ引いてきたと思うけど、一番最後のバッドエンドに関しては、まあ主人公確かにそうなっちゃうのも無理ないなって思った。
だってさ、やっぱせつなちゃんのことが好きだったわけじゃん。まあ殴るのは良くないけど、確かにヤンデレだったら病ませてせつなちゃんを取り戻そうとする気持ちは若干分かっちゃった。であともう一つ、ハッピーエンドの方では主人公がやっぱ前向きになってたのも、あれはとわちゃんのおかげなんじゃないかなって思った。どっちのエンドも僕は感情移入するところがあって好きでした。ありがとうございます。はい、ということで君の偽物に恋をするでした。最後に衝撃的なことを言いたいと思う。この作者さん実はね、僕が以前実況した初めまして僕の彼女っていうゲームやったことあるんだけど、そのゲームと同じ作者さんなんだよね。いや、それ通りで面白いわけだよな。そっちの動画を見てない方は、よければ見てみてください。概要欄に載せておきます。はい、ということで感動する作品でした。ありがとうございました。それでは皆さん、雪玉を人にぶつけるときは怒られないように注意しましょう。ではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。